い、どうも、エテポンゲです。よろしくお願いします。ドラゴンクエスト8、縛り実況やっていきます。うん。前回は、レティシア、ここの、レティスのね、レティスのやつをクリアしました。うん。で、道具に、これ。神鳥の魂。これを使うことによって、空を飛べると。で、自由に、空飛んで、いろいろ探索したりできるよっていうやつなのですけど、まあ相手にとってはそんな必要なものではないと。探索したところでね、この縛り状アイテムは拾えませんので、うん、なのでね、もう次の目的地このまま飛んで行っていき、飛んでいこうと思います。飛んでいきって言ってしまった。はい。あ、エティさん、聞こえますか？鳥の姿になって空を飛ぶときは人の姿のときと体の動かし方が違います。体の動かし方がわからないなら丸ボタンを押してください。きっとあなたの助けになるはずです。姿を消した暗黒神ラプソーンの化身を共に見つけ倒しましょう。はい。おお。おお。おお。やっぱこれだよね。やっぱり、ドラクエ8というや。モンスターズのさ、ジョーカー3でも今、乗ったりできるんだけど、この、まず上下運動は、基本できませんからね、モンスターズ、ジョーカー3では。うん。いやー、やっぱ綺麗だねな。やっぱ綺麗だ。8ってプレステ2なのになんか全然綺麗だね。DQMJ3 と、まあ、最近やってるから、ちょっと比較してしまうけども、やっぱ全然違うわ。綺麗。プレ2、超綺麗だね。もうプレステ3とかはもうほんと、もうゲームっぽくないもんね、もうあそこまで行くともう。あ、そうだ。ちょっとメタルキングのところに行こうかな、せっかくだし。確か、それは覚えてるよ、ここはね、石像のとこだね。ライドンの塔のね、裏あたり。ライドンの塔。レイドンだったっけ？なんか、ここら辺じゃなかったっけ？あれ臭いけど、ちょっと待って。これが、これがクリア後要素の、ところです。ここ。この下のとこね。これ、竜神様の、暗黒竜だっけなんだっけ暗黒系の、なんか、暗黒系のヤツがいるところね。で、メタルキングがいるところがね、確か、あそこ。これ、丸ボタン。丸ボタンを押すことによって、説明してくれる。スピードアップ三角。バツで降りる。四角地図。んで、地上に降りたいときは、降下してください。降下中、地面に現れる影が、はっきりとなる場所に降りることができます。はーい。ダッシュ。これ。この山っぽいとこ。これ右ライドンの塔。ここに降りる。すると、ここがもう本当に、ドラゴンクエスト8で、もうみんな、誰しもがお世話になった、メタルエリアですね。ここが光溢れる地ですね。うん。俗に言う光溢れる地。まあ、3DS 版だとなんか、もう、なんだっけ。オブジェクトが、モンスターのオブジェクト、エンカウントがね、オブジェクトのエンカウントだから、もう必要ないのかもしれないけど、PS 版だとこれがね、もう本当に、最強の経験値稼ぎポイント。ヒカキンズポイント。どうしよう。どうしよう。なんか倒す術あったっけ？戦う。特技。アサシンアタックとかいいんじゃない？特技。で、エテの場合は、主人公の場合は一戦突きがあるから会心狙える。なんか、麻痺とか、なんかさ、なんか聞いたりしなかったっけ？おたけび期間のこの、
おたけび。おたけび、あ、ないか。ないか。なんかさ、なんか適当に打ってみるか。麻痺はないか。麻痺はないわ。攻撃。ああ、攻撃しよう。魔人斬りがな。斧があればな。斧が。斧なかったっけ？ないよな。攻撃。これ効く？あー、効かないのかな、そもそも。まあ、メタルスライムは別に、いらないけどね。うん。ここメタルキングも出ますので。倒す、んー、まあ、倒せないことはないよ。もう逃げよう。いらない。逃がしてください。ちょっとメタルキング一匹ぐらい買ってさ、ちょっと、から行こうよ。せっかくだし、せっかく来たんだしさ。本当はここなんかいいアイテム落ちてなかったっけ？ちょっとぐるっと探索してから。まあ、拾えないけどね。あれ、なんかバブルスライムしか出ないの？もっとさ、いっぱいなんかメタルキング出たはずなんだけどな。ライドンの音。水。なんかありそう。水。うわー、宝箱。絶対いいもん入っとるやろ、これ。絶対いいもん入っとるわ、ここ。取りてえ。さすがに取りたいわ、なんかこういうとこにあるやつは。何入ってんだろう。てか、メタルキング出やしねえよ、ここ。出た！よし、殺そう。特技。ワンチャン効くかもしれないから。一線好き。なんかないかな。攻撃。頼む、逃げないで。で、ドラクエ。はい、ここからドラクエある。この、なんか、立ってるところが、メタルキング出るんじゃないかと思い込み、この立ったところから動かずに口笛をするやつ。ここだと、メタルキングの、なんか、出現率が高いんじゃないかと、なんか、勘違いして、ここで、なんか、口笛何回もやっちゃうやつ。これは倒そう。なぜ一匹も倒せんけん！ちょ、そろそろ出よ。そろそろ。もう、行くよ、燃えて。もう、そんなんしてたら、もう。もう、そんなんしてたら、もう、次行くよ、もう。もう、次のとこ行っちゃうからね。知らんよ、もう。行くよ。あんまり、そうやって、ねえ、そうやって言うとさ、燃えて、もう、でも、気の長い方じゃないからさ。いて別に気の長い方じゃないよ。うん。泣かぬなら、泣くまで待とうなんて、そんな甘っちょろいこと言わんからね、言っては。本当に。泣かぬなら、泣くまで、泣かぬなら、泣け。はい、もうあと、はい、もうあと3回以内に出てこやんかったら、はい、もう次行きます、もう。あと3回。出てこんかったら、もう次行きます。逃げられないし。R ボタンを押したら2倍速戦闘とかならない、これ。ならないわ。もう次2回、あと2回出てこんかったら、もうガンダムオンラインやるからな。
もういいんだな。もう次あと2回だからな。もうガンオンにガンダムオンラインするぞ。もうもうあもうはあもう最後もう最後逃げれないし、あもう次出なかったらもうガンダムオンラインしよう。もうプレステ2はもう捨てようかな。ガンダムオンラインしようかな。もうプレステ2とかもう古いしな。逃げれないしや。もう次行くよ。もう行っちゃうからね、もう。次はね、ね、三角谷に行きます。モンスターが、暮らしてるところだね。うん、あそこにちょっと用があります。どこだったっけな。結構なんか、その、森エフェクトなんだよね、あそこ確か。あ、これじゃないですか。あれ？ここじゃないか？ここだよね。ここだよね。ここに降りよう。はい。ここはね、もう船では来れないところだからね。マップ。なんか、降りるとこ間違ったか？あ、行けるか？左行って橋渡って、ぐるっとして、入ってくる感じだね。OK。けど、こっち側なんか気になるよね。ちょっと、なんか魔物いそうだし、ちょっとだけ、ちょっと覗いてから、行こう。仲間モンスターおるかもしらん。確かんで、ここにもね、メタルキングの、おう、ガンガン倒して、間違えた、逃げろしちゃった。倒していこう。ここでもね、メタルキングが、出現します。確かね。確か。呪文打ってくる。サミダレツキ。ワンチャン出てくれたら嬉しいな。さっきんとこ行って。一匹も倒せなかったし、結局、2匹出ただけで。一匹も倒せなかったし。多分一匹狩ればそろそろレベル上がるんだよな。最近ここ2、3パートぐらいサイコロ振ってない気がするわ。テンション普通でも痛いな。はい。681。美味しくない。あんま美味しくないな。絶対なんかおるっしょ、ここ。ほら、なんかおった。サイクロプスか？これは強そう。サイプ。青鬼サイプ。戦う特技。サミダルツキ。けど、こいつは、なんか、攻撃、外すことが多かったような気が。そう考えると、やっぱり動く石像シリーズの方が優秀だったりするよね、やっぱり。このギガンテスシリーズよりね、ギガシリーズより動く石像シリーズのが安定感はあるよね。石だし、うん、あいつら石だし。
100ぐらい持ってかれるか。よし。銀貨。もちろん長回りするぜ。サイクロプスのサイップ、690241。なんか微妙？なことない？なんか微妙じゃない？だって、アポロンと比べると、なんか守備も低いし、攻撃も低いしな。HP も低いし。どうしたもんか、これは。まあ、ここら辺、エレメント系はちょっといらないよな、もう。入れ替え。やっぱり見た目強そうなやつを、連れて歩きたい。じゃあ、ちょっと、向かいましょう。三角ダリへ。アークデーモンとか、アークデーモンとかいたっけ？アークデーモンだ。こいつ強いんじゃない？極悪デーモン。強そう。ちょっと、任せるか。森ハゲシネに任せよう。ちょ、かましてやってくれ。寝た。寝た。起きた。フバーハ。こいつ絶対ヨーナーズン撃てるよね。優秀じゃないか、それ。そうなると、ここに、このメンバーに、キングスライムを外して入れようよ。ユーボン。まあ、あとちょっとでしょ。どこに？ほい。チュンネー！タフだね。お、来た。これ全然覚えてないわ。こんなんおったんや。絶対ここは通ってるはずだよね。シナリオ上。なのに覚えてないわ。わあ、HP 高い！ H が V だ、これ。H が V。A も、U ぐらいはある。AU。AU。by KDDI。なんかスラリンはね、なんか置いときたい。ブリザードだな。帰れー。ちょっと入れ替えよう。作戦、チーム編成で、入れ替え。森ハゲの方に、アクデン。で、ダン吉下げて、サイップか。サイップ。これでいこう。強そう。いいね。